はい、こんちゃーまーりもでーす。ということで今回はおっとこちらの方をね紹介したいと思います。こちらね何かというとですね、こちらメルカリで購入した商品です。早速ね開けていきましょう。はい、ということで今回ねちょっとね多分場所をかなり使うので、いつもの白い台ではなく床を使わせていただきたいと思います。ではね早速開封していきましょう。どこから開封できる？この辺から。中身は一体何なんでしょうかって言っても、まあ僕は注文してる方なので分かってるんですけど。では開けていきましょう。おお、すごいすごい、ちゃんとまとまってますね。こちらですね、皆さん知ってますでしょうか。こちらね、でこちら漫画ですね。こちら漫画版ですね。こっちの小包は何なんでしょうかと。うおす、こちらはね小説ね。まあね、本をまとめ買いしてしまったということなんですけどね。ではね早速開けていきましょう。こちら1巻ですね。いきなりちょっといきなりね、んって思わせるようなあれがありますけども、2巻、3巻、4巻です。5巻です。でこちらが6巻、7巻です。8巻、9巻、10巻、11巻、12巻、13巻、14巻、ちょっと分厚いですね。ラスト15巻ですね、うん、では漫画版の方もね開封していきましょう。1巻です。ちょっと漫画ね最終巻ないんですよ。漫画はちょっと最終巻ついてなかったんですね。2巻、ちょっと3巻です。4巻、5巻ですね。6巻、7巻、8巻、9巻、10巻、11巻。ちょっと待ってこれ。こちらのこのハーフタイムっていうのはね1巻はないんですけど、1巻はまあまたベストで購入しようと思いますが、2巻と3巻ですね。ともかし店ってやつですね。ね、こんな感じでねバスケットボールの漫画とかがね、まあ、一列にね並びましたと。はい、今回購入させていただいたこちらのね小説版とこの漫画版、この2つ合わせて、まあ、こちらのローキューブという作品なんですが、まあ、簡単に説明させていただくと、まあ、バスケットボールをね題材としたねお話となっております。まあね日々バスケにね取り組むというねお話ですね。まあ最近です、最近こちらねこちらのアニメをね見て、まあすごいハマってしまって、まあこのような形でまとめ買いという形でね、まあかなりのねもう書籍買ってしまったんですけども、まあこちらを購入するためにね、まあ、ね、まあ新品で購入するとまあすごい高くなってしまいますが、まあね1個570円って書いてますけども、まあこちらは中古で今回購入させていただきました。で僕がこの作品を購入するために、こんなね大量に買うためには支払った額というのが1000円なんですよ。1000円なんですよ。まあ先ほど、まあ、メルカリでね購入したと言ったんですけども、メルカリでねまあこれはね2200円で売ってるんですよ。まあその時点でまあとてもまあお安い価格になってるんですよ。だけどまあ今回僕はね1300円のねポイント持ってたんです。だから支払った額は1000円なんですね。2200円で売ってて1300円のポイントですか。あれ普通900円じゃねって思う方いらっしゃるんです。僕クレジットカード持てる年齢じゃないんです。だからまあコンビニ支払いなんですね。いやー1000円でねこんなにね楽しめたらね、あーまあ幸せですね。本当ねありがとうございます。ということでね今回動画終了したいです。ご視聴ありがとうございました。次回も見てください。次回、まあね、ゲーム実況の方とか確認してください。ありがとうございました。